や僕中森明菜さんを発掘したのは自分だと思ってるんじゃないですか。はい、本当に客席のうー決まれーって言うタイプですね。西武の頃は良かったですよね。電波少年のロケで清原さんのホームランにあの名前を付けようっつって清原さんがね、春来る1号とか2号で3号4号で55号打ったら今度55号とか8時台を全員10号ですとかまあこれ当時のね電波少年のゲストの、ああそうですね、電波少年すぐ出ました、ゲストで来られた時ですね。懐かしいですね。懐かしい、松本明子さんと清原さん、そうですね、あの後うちのスタッフみんな記念写真撮りましたからね。そうですね、俺もって電波少年すごい視聴率良かったです。良かったですよ。10時半からでしたけど、はい、そうですね、だから試合終わってみんなちょうどもうみんな喜んでて、その時も僕だいぶ経ってから 前ロケにこういうこと行く時もバーッと入ってったら西武の方怒って、みんな怒ってダメだダメだって言ってるのに清原さんが「いいよいいよ、まっちゃん練習終わるから後で後で」で俺バカだから練習中に「いいですよ」ってみんなと思ってどんどん入ってってノック受けてるわけですよ。ここで後ろに佐々木真帆さんがいらっしゃってこうやってる西武の皆さん練習してるところに「いいよいいよ」って言うか入っていいのかなと思って入ってったら、だって練習終わってから後で。あといいから全然いいからってすごいノーガードで入れていただいて、ホームランもじゃあどうしましょうって今度55号にしましょうか、55本はとか8時台は全員10号とか8号目はタコ8号にしましょうとかね、こんなんやってたら清野さんが8時台は全員10号いいねっつって、結局10本目のホームラン8時台は全員10号だったんですね。西武の候補がアウトでもう清野さんがいいよいいよって言っていただいたんで、まああのところは楽しかったですよね。僕1986年ルーキーの年に新人類っていう流行語大賞で、だからその今までのそのプロ野球選手のパンチパーマにそういうイメージを変えたっていうか、渡辺サロンさんなんかはツーブロックにして投げ終わった後こうヘアスタイルをこうやるとか、まあ、そういう子供ですみたいな感じでね、こんなポーズついて爽やかでしたね。だからそういう意味ではすごく自由にさせてもらったんで、だからライオンズ時代は本当に喜びでしかないし、まあ、昭和ですよね。だから自分がライオンズ入って緊張していたんですけども、工藤さんがいて、その下に苫篠さんがいて、渡辺さんのさんがいて、で大久保さんがいて、自分がいてみたいな、すごくよく人だったんですよ。寮生活もパーフェクトリバティの時とはちょっと違うような、全然違う、はいはい、もうだいぶもう1年目から31本持ってるとキヨでしょうね、やっぱり。いや僕打ち出したら後半ですから。後半ですか。はい、でも門限破り見つかったところみんな助けてくれたりとか、はい、うちの田舎からの柳井高校の岡村さんも外野手で、ああそうですか、あそうですね、もう一回はベテランです、ね、ベテランの、はい、イブシギンの方ですけどね、はい、だからみんなよく知ってたんですね。そうですね、だから自分がだから大阪から出てきて初めてじゃないですか、所沢、所ジョージさんって所沢出身なんですよ、ね。そういろんなところだから PL で言ったら浦島太郎みたいなの、はいはい、世の中の全く分かんないんですよ。東京出てきても一体全体渋谷かどこか全く分かんないじゃん。いきなり埼玉の「玉子ってこれ志村けんさんの?」みたいな、あれこれ清瀬市、あこれ中森明菜さん、おおよく知ってますね、清瀬は中森、大丈夫だったの、僕と一緒ですね僕もあの中森明菜は慶應という事務所で第4分生ビルの3階だなってファンレーター出してましたいや僕中森明菜さんを発掘したのは自分だと思ってるんじゃないですか。はい、僕もそう思ってるんですよであのスローモーションが出た時、はい、レコード屋さんで「あこの子可愛いな」って、それ僕もそう思ってました。木杉隆夫悦子で山口百恵の夢先案内人でスター誕生出た時「わこの子可愛いな」って言われてデビューした時ちょっと歯をちょっとある程度直したらとか思ったんですけど、スローモーションもいいなと「砂の上刻むステップ、ほんの一人遊び、僕は一人遊びよく多かったんですけど、いや、でもあの、セカンドラブから爆発しましたけど、スローモーションってそんなあるんですよね。スローモーションの頃からファンでした、はい、僕と一緒ですよ。レコード持ってますか。レコードは買えなかったですよ、ああ、そうか、はい、すごい、清原さんは中森明菜さんのもうスローモーションの時点からファンだったっていうのは、そうなんですよ、会うことは実現しなかったんですけど。サイン色紙に書いてもらった料理が飾ってました。はあ、なんかすごい親近感がありますね、僕と一緒だから。僕1979番なんですよ、ワンクラブそこまで僕行ってなかったですけど、だから本当に学校で中森明菜ってええぞって言った時にみんながリアクションするから、スローモーションで僕レコ屋で見て顔見て、それでセカンドラブキッドンって来た時に、ほら見て
って、うん、俺も少女映画ベスト10入った時にほら見てみろよっつって、みんなバカにしてましたね、今年は三田寛子だよ、キョンキョンだよって言ってる人たち、あやみゆうだよ、堀ちえみだよって言ってる人たちに、僕は俺は仲間なければいいと思うんだけどな、まっちゃんは秋になって分かりにくいね野菜の際だろ、分かりにくいよって言ってたのが、やっぱり清原さんもじゃ同じ思いされてたんですよね。そうですね、もうだからちょっと別れたじゃないですか、はい、秋名と聖子とかキョンキョン、はい、僕は中村さん派でした。あ、そうですか、はい、僕も中村明菜さん派だから、だから中村明菜さんを発掘した2人が今日語ってるんですよね。そうだから僕の好きな女の子もやっぱり小中学ぐらいはちょっとヤンキーチックなもの、坂口涼子さん好きじゃないですか。あ、好きですね、池永源太とか。あ、そうですね、で中村さんちょっと坂口涼子さんみたいな雰囲気ありましたねちょっとね、下ぶくれっぽい。そうですね、坂口涼子さん好きでしょ。いや、だからだ僕と清原さんタイプ一緒です僕キュータイプ一緒ですね。前の奥様もミスセブンティークラブの森田健作さんのサニーサイドセブンを見てた時、工藤静香さんと一緒に出てた人だなと思って、自分で出会った頃そういうこと全然知らなかったんです。ああ、そうですか。で本人も僕に教えてくれなかったし、最近になって世の中の工藤が入ってきて、ね、びっくりしてます。あ、そうですか、はい、おにゃこに入る前の工藤静香が入ってたんですよね。僕ちょっとオタクだったんですからねタレントになってなかったら公開放送の一番前に座ってるタイプです変なやつ大集合って一番前に座ってるのが僕ですので、まあ、たまたまこういう席入っちゃったんでタレントになってますけど、本当言うと客席のうー清原って言うタイプですね。清原和弘さんの特集です、2時から待ってるぜっていうタイプです、ね、僕はたまたまタレントになっちゃったからあれですけど、毎回来てる人いますね。いますあ、またこいつ来てるみたいな。そうですね、あのチャリティーの番組とか一周した後もう一回一周するやつとね、まあ、たまにサインなんか書いてると、はい、何回も来る。来ます。お前さっき書いたろ、はいはい、加藤さんにもね、阪神のキャンプの時ね、って言ったら隣の人がサインください加藤さん、アテナがなんねえ、アテナがなんねえって言ってるんだよ。アテナ書くと売れないからそのままでいいんですよ。お前売るんけこの野郎、お前安いので売っとくらあかんねえ、お前はな、なめとるけこの、お前はそんなやつにお前書けるわけねえだろ、まっちゃんあいつのは書くなよって売るやつやからなって言ってました売るのはあかんねえ、売るのは書くけどなって。加藤さんそのまんまじゃないですか。阪神巨人の OB 戦の時もね、おい清よどれやねん、あ、やっぱよ、こう見とったらな、あれやけど、阪神巨人といろいろあるけどもな、なんか辛いことやったらおめえ、阪神側にこけんめな、そっくりじゃないですか、見せるとるだめいや、僕加藤さんと、はいはい、まあ、チキンを起こしてからも年に1回ぐらい食事させてもらったんですよ。あ、そうですか。大魔神と僕が氷に座って、はい、前に加藤さんいらっしゃって、はい、もうその口調なんで、はい、もう食えだ飲めだって今ちょっと汗出てきますよ、はい、加藤さんが本気なの池田投手に、おい食わんかい中西、お前もっと食わんかいって次のにみんな入ってたっつってこんな食えんでっつってましたね。いや、すごいっすよ、それ食べる量。食べる量すごいっすね。元祖ギャル曽根ですからね。あ、そうですか。まあ食いますよね。あと飲むし、飲みますよ、本当。だってゲップステーキっていう1枚のステーキ誰も食べれなかったを3枚アリゾナキャンプで食べてたって言ってましたね。あ、そうですか。物足りんなって言ってたですね。あと北海ラーメンもなんかワンコそばのように食ってたみたいな。北海ラーメンってあれ一杯食べるのがやっとなんですよ。ある程度食べる北海ラーメンと、おいおかわりっつってまた北海ラーメン食って、かけるさんがまだ若い頃でおかわりっつってワンコそばのように食って、かけるさんも笑ってたって、こんな食う人いませんよっつって、おおワンコそばのように。で、なんかあんまりにも加藤さんがそこでわんこそばのように北海ラーメン食ってるから、土屋さん来て飛行機の時間ですので加藤さん待ちですって言ってたんです。僕はあのルーキーの年に尊敬する野球選手、加藤さんとか。あ、そうですか、はい、85年優勝した年に代打の神様ってね出てました、はい、こんだけ勝負強いってバット引って出てきて、そうですね、野球なのかどうか、はい、嘘でボコーンと打つじゃないですか、はい、中日の抑えの切り札の牛島さんとか、はい、牛島さん、はい、のフォークを簡単に打ったりとか、うん、僕はルーキーの年に加藤さんと一緒にオールスターを出してもらって、はい、
で左中間真っ二つヒットだったんですけど、はい、でセカンドベースでアウトになって、そうです、加藤さんがなんで出るんだろうっていうようなオールスターで初めて加藤さんが出た清原さんと1年目一緒ですもんね、はい、わーってみんな笑いながら回してましたこれ二塁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 おい切るけーってアウトになってあーまあまあみんなが声かけてくれたんだね。加藤さんはそのオールスターのそのメンバーの人たちが誰がいたか全部記憶を覚えてますよ。あ、そうですか。加藤さんなんでこんな記憶覚えてるんですかって。初めてやもん。オールスターって言ってました。嬉しそうに。でもなんかわしは補欠やもん。ああ、そうです。オールスターやね。はいはい。僕生まれた昭和42年の8月11日、まあ、清原さんはその7日後に生まれますけど、はい、僕らが生まれた年の若狭高校で甲子園で入場行進した日に僕生まれてるんですよ。だから多分あの細かいですね。だから清原さんの18日は若狭高校が2回戦かぐらい3回戦かぐらい行ったの日に多分清原さんが生まれてるんじゃないですかね。あ、うん、山本譲二さんも更新してたみたいです。ああ、そうなんですか。早友高校で、だからその日に僕ら生まれてるんで、これ縁はあるんじゃないですかね。そうですね。はい。同い年で8月の。はい。で、清原さんとかのようなホームランバッターに関しての解説は加藤さん絶対しませんからね。どうでしょう、この清原さんとか清原選手をはじめタイトルを取るバッターについて加藤さんはどう思いますか。わしゃね、タイトル取ったことないからね。聞かないでください。あと一郎のヒット数も面白かったね。そう、一郎のヒット数、まあ、プロ19年間で打った加藤さんのヒットが大体の一郎のヒット数ですよね。ね、一郎に負けてるんですよね。一郎に負けてるんだよ。あとなんかお前シャレだろってよね。わしの生涯ヒットお前8月の終わりに打ったらあかんじゃねえ。よく言ってました ね、 ね、酒は飲んでも飲まれるなよ、ね、中田浩二さんがマイクさんがもう酔っ払って、今日はブレイコンやぞブレイコンやぞ、分かったぜ春団地ってピシューって言ったらね、おい酒は飲んでも飲まれんなこの野郎って炭だったって言ってたな。いや、中田浩二さんは僕がその PL 学園で初めて PL 学園のユニフォームを着て、興南高校が練習試合で来られて、中学校にあ、マイクマイク、お中田さんだと思って、で僕ベンチに座ってたら、いきなり今日はちょっとユニフォーム着替えてこいって、初めてですよ、PL って書いてある、もうピッチピチの方、はいはい、来て行けって言われて、はいって言って、うわっでっかなと思って、はい、僕来たんですよ、はいはい、そしたらもう右足になってました。俺カーブってこんな曲がるんだと思って、マイクさんのカーブ、はい、最初デッドボールだったんですよ。で次の打席もうとりあえず振ろうと思って、投げた瞬間にもう目つぶって振ったら、あ、当たったと思ったら一塁に二塁でいったんですよ。おだから僕のその高校時代の始まりは中田さんから打ったあの中間二塁打なんですよ。僕の引退試合の最後のヒットも中間二塁打。あ、中間二塁打で始まり中間二塁打で終わりましたね。はい。じゃあマイクさんというのは2つ上でしたから、マイクさんもなんかジャイアンツ入れるって言って東京の方の事務所でジャイアンツの方から待っててくれって言ったら指名がなくて水野さんだったんで、結局自費で沖縄帰られて、ただ阪神に3位で指名されたんで、したら打倒ジャイアンツにマイクさんをそうやって頑張ってたんですよね。で初勝利の時吉田芳雄さんからお手紙に来て、吉田芳雄さんの字が達筆なんでしょうね。だけど NHK の特集でエースなき優勝阪神特集でNHK の特集だった時に、僕はいつも苦しい時吉田芳雄さんからいただいた手紙をいつも読んでるんです、ちょっと読んでください、これなんていう字ですかね。いや、それを聞いて吉田さんがマイク、お前毎日読んどんのちゃうかお前毎日読んどんとちゃうのかお前マイク。縦島を横島にしても清原の YouTube 見ててもらいたいですね。縦島を横島にしても YouTube に出てきてもらいたいですね。本当にあの言葉を言われた時は、はい、あ、本当なんですよ。ああ、そうですか、ええ、松村邦洋、ためにならないチャンネル。まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もし、まあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。